それではじゃあ僕の方から、まあちょっと質問として答えにくいやつかもしれませんけど、予備校選びのポイントですね。それお二人のご意見とかをお伺いしたいんですけど、じゃあ田中先生からじゃですあ、か。いいですかね。まあ、レック一択でいいんじゃないですかね。動画は以上です。まあ、もうちょっとお願いします。一応ポイント的なところで言うと、まあ、大きく分けると、やっぱり、まあ、正直どの予備校も、まあ、一長一短あると思うんですよ。まあ、レック一択ですって言ったけれども、まあ、おそらくは他の予備校さんと比較対象して皆さん考えるから、そこはやっぱり、まあ、各、まあ、先生であったりとか予備校のスタンスとかをしっかり見て、それで、まあ、自分に本当に合うかどうかっていう、で一番大きいのは続けられるかどうかだと思うんですよね。まあ、やっぱり、まあ、予備試験も司法試験、まあ、司法試験まで考えたら、まあ、スタンダードでやっぱり2年3年っていう形で長期で通うものなんで、まあ、その意味では、じゃあ本当に3年間もしくはまあ2年間だとしても、その期間ずっとここに通い続けられるか、もしくはその、まあ、通信ということであれば、その2年間ずっとそれが捻出できるかっていう、そこの部分はしっかり検討すべきかなと。で、その中でどういうふうな工夫をしているのか、その、まあ、各先生方がどういうふうなスタンスで勉強というか指導しているのかとか、まあ、そういうふうなところっていうのはしっかり見ていくっていうのと、あとは、まあ、とにかく、なんかパッケージで見るよりは、もう一回体験講義とか見た方が絶対いいと思ってて、そうですその、ね。みんなが言ってるからとか、まあ、みんなが言ってるからってことは、まあ、言葉選ばずにと、みんな挫折してるからっていうようなとこもあるわけで、その、たくさんの人がいるってことは、その合格率が3%、4%の試験であれば、やっぱり、まあ、自分が本当に納得できる、まあ、予備校である以上お金払うわけだから、まあ、お金を払うだけのリターンがあるかどうかっていうのは、しっかりとその、調査っていうのかな、そこはちゃんと、見ていくのがいいのかなとは思いますね。そうですね。はい。森先生はどうでしょう。そうですね。私だったら、やっぱりさっき田中先生がおっしゃったように、今は多分予備校の多くはなんかこうお試しで、お金払う前にちょっと、体験できたりするの多いと思うので、でレックも多分それできるはずなので、まあ、そういったものをぜひ利用してもらいたいなと。それでやっぱ自分が実際にその講義を体験してみて、なんかこの話をもっと聞きたいなとか、自分に合うなと思ったものを選びたいなと思ってて、だからその自分が何かこう勉強したいなとか、何かこう詳しいことを知りたいなと思う時に、今だったら例えば YouTube とか見る人も多いと思うんですけど、そういう時に YouTube とか見てて、まあ、例えば英語の勉強したいからって、ただもちろん教えてる内容もそうなんですけど、なんかその人の話し方というか説明の仕方というか、内容以外のところで、合う合わないってやっぱあると思うんですよね。でそれって実際にやっぱ YouTube だったら見て初めて気づくと思うので、それやっぱこう実際の司法試験の予備校の講義もしてたと思うので、まあ、実際体験してみて、なんか、なんか合うなとか、そういったものを肌で感じてもらいたいなとは思います。そうですね。赤木先生はいかがですか？いや、お二人に全部喋られましたんで、完全に一緒っちゃ完全に一緒で、やっぱこう、ね、講師合う合わない見てほしいなっていうところもありますし、まあ、あとはな、実績って言ってもね、まあ、これ強いて言えばですけども、自分と同じ立場の状況の人、まあ、同じような学力レベルの人が受かってるようなものかどうかとかですね、まあ、そういうのもね、見てもらえるといいなっていうね。まあ、ね、国公立の上のクラスの人は、まあ、基本的には、まあ、どこの予備校行っても受かるんじゃないかなっていう気がするところはあるので、まあ、そういうところだけで見るんじゃない、ね、視点っていうのも、まあ、持つと幅広がるんじゃないかなとは思いますね。はい。